ニトロ工房してたもんな。え、じゃああと本当にお料理コンビだけか。カワチーコンビかもしれない。カードがない。え本当だ。うん、かわいいわ。カードない人多いな。ミヤ君、僕ら舐められてるよ。舐められてるね、これは。そんなことないよ。かわいい。舐められてる。心の底からかわいいと思ってる。逆にどのあたりが可愛いなと思ったの？僕っていうところとか。舐められてるよ。やめてもらって。やっぱ、おばさんみたいに暴言吐くって嫌だもんね。そんな暴言とか言わないんですけど、僕も、はい。全然、全然。パプさんもう遅いやろ。お願いします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 。私も僕って言うようにしよう。僕は、じゃあ、めやくん、めやくん、僕たち俺って言おう。僕かな僕か。僕って割と言うしな。僕じゃなくて僕ってことね。うん。僕何々しましたけどね、みたいなことよく言うやん。上から儀式ですか。報告してるだけだね。上から石入れます。ポン。あ、5個着火、5個着火。あ、どうぞどうぞ。鍵箱出てないよ。で、漁師、漁師6個。6個目。漁師じゃあ7個目入れるよ、ポン。7個目。はーい。はーい、5回しっこい。はい。ゼルクさんが見せてってた瞬間に5個全部持って逃げるんかと思った。ちょっと怖かったからギリギリまで我慢した。ちょっとギリギリまで我慢した。取りませんよ。あ、1人入ってないと思います。僕最後に入れたんで、で7やと思います。え、僕、あ、そっか、僕が抜いてる可能性があるのか。え、でもそれ言ったら最後に触ってたゼルクさんが6個のやつを5個にしてみたいなのがありそうだけど。いいし、ダメですか。あ、ゼルクさん、あれ、サクヤさんが演じるか。俺がいいんだよ。漁師が漁ってるんですよ。あ、そこは西のポジションなんですけど。ゼルクさんが牧師か。牧師。ゼルクさんが牧師か。いや、ディスコードがあれやったから。覚えとかな。あ、ディスコ変わってないね、まだ。船やってるやん。やってるもん。じゃあ、誰だ、ケムさんか。ケムさん。おい、船やるな。え、あの後ろ後ろ後ろ。あ、幽体。直すもん取るね。あの、もう幽体切ったらしい。幽体切ったらしいってか、幽体切ってた。あ、もう切ったね、本当に。うん、幽体切った。敵さん2個持ってるけど、直す武士だけ取って帰る。セミしてたの。うん、木を2個持ってる。あ、取ってった弾。え、いや、なんか僕が隠しといたやつ。僕が隠しといたやつ取ってった。よし、行こう。あれ、船まっすぐ戻ってる。ゼルクゼミがね。ゼルクゼミ。上から入れてもいいかな。あ、上から入れますね、じゃあ。うん、上からポンポン。さて、スクラップないかな。なさそうか。どうせなさそうかな。あ、ゼルクゼミに名前くれるって言ってた。黒よりのグレーって言ってもね。ゼルクゼミ。飲みましょう。あ、これいります、これ。くれます。ん？あ、緊張か。これ、あげます。ありがとう。いや、それでも黒いな。黒いですよ、僕は。簡単に言うと範囲が。やば。
クラップ。はい。クラップ3。スクラップ4出た。でこ。ナイス。僕、樽作って上行きますね。はい。いや、ただ船を、船に置いてかれそうでめっちゃ怖いな。釘一本余りますよ。おのセット余りますけど、いりますか？あ、いらないですか。おい、どうぞん。一軒家裏の石炭多分誰も取ってないと思う。よし、じゃあ物資だけ回収して船戻るね。はい、一軒家裏の石炭だけ多分まだ回収できてないと思う。私ね、もう食べ物いっぱいなんだよな。余裕があったら僕も持って帰りますけど、難しそうかも。船ゴリゴリ進むやん、やばすぎ。ちょっと待って、やば。やばいね、早めに戻りたいのに。どうしよう。いらんやろ。木材と石炭ぬ。1234やから回収しちゃおう。ここに木材落ちたね今。やばすぎー。嫌だ、やめて、来ないで、お願い、マジで来ないで。一キルまで作って、樽も作ったんやって、来ないで、本当に、お願い、来ないで。本当に来ないでほしい。特に海兵。あ、崖上まで来て1キル取る、あれないと思うけどな、正味。だから僕が帰れない可能性が。ね、真ん中まで進んでるってことは結構進んでるよね。浮島手前ぐらいまで進んでるよね。いた。ナイス。ちょっと待ってください。漁師帰ってます。あ、ちょっとこれ、漁師帰れないかも。船、まだ進みます？これどこ、こっちか。ちょっと待ってほしいかもしれないです。僕の寒さゲージがやばすぎて。そう。とりあえず一旦は。ワンチャン、ワンチャン死ぬ。あ、いける、帰れる。ここまで行ったら帰れるわ。なんか、右の方からランタン来てるよ。かっこいいやろ。漁師、帰り遅くなった理由が高台、あの、高じゃない、崖上行ってた。手持ち見せます。うん、みんなもう乗れた？あと、弓と、このピッキルと、これ。出してあげたよ。あ、ありがとう、優しい。パプー手持ち検査だよ。待ってくれ、パプサンタからのあれだよ。パプサンタ検査だよ。じゃあパプサンタこっち行くよ、寒いから。早く早く落としなさい。まずこちらパプサンタ、まず鍵が1本。おお。これはボクシなんですかね。パプ、こいつ殺せ。ボクシなんでねって取り上げるのやばすぎやろ。ボクシなんでねって取り上げるのやばすぎやろ。俺の貢献度全部取られてる。4個、崖上4個着火するね。寒いから運転できないでくれ。オッケーです、オッケーです。僕運転できる。僕運転します。あ、石炭4個持ってると入れるよ。これ今、そうですね。僕、今一応崖上行ってた4個入れてるんで。はーい。寒すぎてもうヘルスが。あ、今は寒さゲージマックスなんですけど、帰ってくるタイミングで寒さゲージやばすぎて。門番侍3です。4です。あれこれ。船長しかまだ割れてない？船長しか割れてない。下から入れるよね。ちょっと左の方にこう、はい、配線の方に。どこいるの？追い出された佐藤さん。追い出してはないけど。追い出してもいいんじゃないですか、やっぱり。自律的に追い出、なんか行ったかもしれない。
結構進むね。結構進みますよ、これ。多分集落手前ぐらいまで行くんじゃないかな。あ、ここいますよ。メイヤ君、ご飯できた？あ、ごめん、できた。水のやつだ。メイヤ君のご飯を食べたよ、もう。美味しかった。はい。置いてるよ。怖すぎて、前ぶつからんようにしてます。いただきます。何か話したいことは？もらいまーす。ぼっくり。これ多分もうゴールまで行くんちゃうかな。ゴールまではいかんか。ゴール手前ぐらいまで行くと思いますよ、これ。おぉ。もう樽まで入れちゃうか。あ、右やと思う、これ。右洞窟だと思う。右で今、あ、これ、傀儡召喚は左、傀儡召喚は左。あ、オッケー。右から拳銃やけど、あれ大丈夫かな。左行ってるよ。誰が撃てた？はい、燃料切れね。え、航海士傀儡？航海士がサボ打ったっぽい。疑惑？でもこれ私の見間違いかもしれないです。なんかあそこでサボ打つなら結構堂々と打ってるようになりますよね。だいぶアホだけど。目の前ですね。いやでもね。これが多分白本当だと思うんで、白騎士でやっぱり一だったらやっぱりパピーが黒いんじゃないかなって思うんで、パピーやる。そうなんだ。私もね、自分のね全く待って自信ないけど自信あるんだよね。日本語難しい。単落としていいんじゃない？うん。そんな。やば。うん。白二人が言ってんだから。まあパピーの体力が多いなら怪しいけど。ああまあそうね。あの感じ。え、結局殺してはないんですよね。あ、ご飯もあります？あるよ。はい。ちょうどありがとう。え、結局殺してはないんですもんね。次混ぜ肉になるよ。おーい。あ、いいの出たん。あ、罠が。ここの罠取らないでください。よっ。はーい。あ、クマの声した。え？ありがとう。ってことは船長がワンチャン運んでる。え、ここ？パピどこ行った？私が黒って言ったからクマ一人でやりに行った可能性ある。あるかも。パップさん確かに見てないね。ご飯に地面作るからね。はい、これできないよ。ご飯作っとる。見てないね。これタカ誰カラタッカだね、これ。あー、これもう危ないね。これ誰ですか？帰ってくるんじゃないですか？ちょっと分からないけど、なんかカラチャッカみたいな。誰か分かんない。カラチャッカがありました。カラチャッカというよりちょっと特別に入ってんだよな。謎に。誰かが黙って。ご飯欲しいね。僕もご飯欲しいや。ご飯ある、ご飯。アリス本物？あ、本物。あー、これドッペル。このアリスドッペル。あらま。店内に湧くかもしれない。店内に湧いた？湧いてない。あ、船の右の外に。あれ、海兵か。ごめん、海兵や。セブちゃんだよね。セブちゃんだと思うで。船。あ、本物。助けてー。漁師に撃たれてる。大丈夫？戻る。戻ろう。戻ってくるわ。いいよ。これ僕ほんまに。いや違うです。坂上行ってる。上行ってる。パパさんかな。行くかじゃあ。え、クマやったってこと？下からやってるんじゃないかな。違うんかな。一人
で熊やタヌキってこと？え、そんなことある？でも熊おらんで。え？やった一人で。一人で熊やタヌキさん。あ、上にね、上になんか。何やってんの？何やってんの？俺の借りよ。お前、俺に冤罪をかけるな。クマやったの？もうやったよ。やば、化け物すぎやろ。何やってんの？俺の借りだよ。なんだよ、カエル召喚撃ったって。え、撃ってないだろう。あ、じゃあもう僕、さっき言っとくね。僕、弓矢16本作ってクマ行こうとしてました。すいません。いいですね。すいません。全然すいません。作ってあげるよ。毒入りなんじゃないですか？え、パパさんもう運ぶの？あ、もう僕は疑われてるんで、まだ疑われてるんで。もう疑ってないから。疑われてないよ。疑ってないから待って。疑ってないよ。僕寒いんで。焚き火立てる、焚き火立てる。ランタンあった。来たもある。多分絶対パパさんじゃない。うん。多分死んで帰ってきます。多分死んで帰ってきますよ。パパさん。絶対パパさんでしょ。パピえ、これどうすんのじゃあ。誰そこにいるの。誰そこにいるの。ハイライ？取ってもよかったけどな。大丈夫ですか？え、もうおらんやん。え、どういうこと？生えてるってこと？やばすぎやろ。え、これどうなったんすか？あ、料理人階段にありくん。あ、オッケーです。帰るよ。料理人船長、今どういう状況？どう？帰ろう。ありがとうみんな。これどういう状況ですか？え、船二人乗っ取られてる。バイバイ。ああ。船長料理人ね。あ、オッケーです、オッケーです。これ、これあげる。はい。来れる？乗ってこれる？乗ってる、乗ってる。料理船長、料理船長。料理船長だよ。船長1点、2点、船長落とした。船長死んだ、ナイス。料理人まだいるわ。うん、料理人いるわ。ユタ来てもいい。どこにいる？どこにいるか教えてほしい。ユタ来た、ユタ来た。はい、進めよう、進めるよ。キャンちゃん、ダウンユータイだからどっかに枠で。了解しました。とりあえず進めますか。うん。あ、これでも火薬あんのか。うん、あっちゃん入ってるけど火薬絶対あるね。運転してる、運転してる、運転してる、今運転してる。オッケー。牢屋出てる？みんな。あ、ここにいる。右洞窟にいる。右洞窟にいる。うん、知っとる人。キムちゃん運んでるわ。でもあれ、間に合わないんで。うわ、殺しに行くぞ。俺は。行くぞ。じゃあ、キョムさんとメア君帰ってくるまでこれ待ちますか。大丈夫だよ。いた。いた。帰ろ帰ろ。ね、寝てなかったよ。誰か運転してもらえますか？そうね。あ、僕燃料一応持ってますよ。あ、じゃあお願いしていいですか？火薬冷めるまで。めちゃめちゃ殺されるんですけど。あ、かわいそうに。ハイライトばっかりでいいんですよね。気のせいです。気のせいです。
ごめん。いや、ニトロ行かないと分かったわ、スペル。そうだっけ、お正月めちゃくちゃ高いのもらってんけどね。全部壊されてる。撃たれてる、撃たれてる。よし、行きましょう。ごめんね。よし、さよなら。あ、生きてる、まだ生きてる、生きてる。あ、死んだ死んだ死んだ、かわいそうに。寂しいよ。寂しいよ。寂しいよ。ナイファイ、ナイファイ、イージーや。出てんの気づかなかった。しかも1匹目だと思ったら2匹目だったんだね、あれ。うんうんうん、1匹目もしゃあないと思ったけど、うん、だまいな。パピーが言ってたんよね。あ、そうそうそう、あれちょっとあれいいなって思いながら召喚。いやーごめん、ね、間に合わなかった。投げ、季節投げたんだけど届かなかったわ。私が、はい、うん、ゾンビ村のあたりでトパーさんに濡れ着着てたら、クマやりに行っちゃった。でもなんか、パパさん、回覧召喚撃ったよね。え、何で疑われたんだろうね。回覧召喚撃ったんだよ、パピが。そう、撃ったんだよ。俺撃ったのか。あ、撃ったのか、俺。強行乱しろだから嘘つくわけないじゃん。そうそうそう。召喚ったんですか。俺か。じゃあ、パピの負けだね。あ、回覧負けだったからね。